トラベルジャパニーズ。今日は新幹線で東京から新大阪へ行きます。ここが東京駅です。丸の内北口、丸の内南口、丸の内中央口、東海道新幹線時刻表下り。今、午前6時10分です。午前6時半発ののぞみに決めました。停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。新大阪に午前9時3分に着きます。2時間33分かかります。どこで新幹線の乗車券、指定席特急券を買えるかな？あ、見つけました。券売機はあそこです。これが新幹線券売機です。これがのぞみの車両です。1号車から3号車は自由席です。4号車から7号車と11号車から16号車は指定席です。8号車から10号車はグリーン車です。新幹線の座席表です。新幹線の座席は A 窓側、B 中央、C、D 通路側、E 窓側があります。窓から富士山を眺めたい方は窓側 E がおすすめです。私は窓側 7E を選びました。これが乗車券、新幹線特急券です。東京から新大阪までです。東海道新幹線乗り換え口です。日本橋口、中央乗り換え口、南乗り換え口、東海道山陽新幹線乗り場。ここが改札口です。ここからホームに行きます。発車表です。6時30分発ののぞみに乗ります。発車番線は18番線です。東海道新幹線のホームです。14番から19番までです。18番線はここです。ホームでお茶と駅弁を買いました。新幹線の中で食べます。あ、のぞみが来ました。私の座席は11号車7番 E 席です。今から乗ります。ドアが開きました。私の席はここです。窓側です。6時半です。ドアが閉まりました。さあ、発車です。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号博多行きです。途中の停車駅は品川新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉です。最初の停車駅は品川です。6時36分、品川です。次の駅は新横浜。6時48分、新横浜です。富士山はいつ見えるのかな？車掌さんが来た。聞いてみよう。すみません。富士山はいつ見えますか？そうですね。7時15分頃ですよ。三島駅を通り過ぎてから3分ぐらいです。天気が良ければ三島駅を通過する前からも見えますよ。もうすぐ三島駅です。三島駅通過。あ、見えた。よく見える。きれいだな。しまった。写真撮るの忘れた。お腹すいたからお弁当食べよう。いただきます。おいしい。お腹いっぱい。ごちそうさま。もうすぐ名古屋。8時11分です。名古屋に着きました。停車時間は2分です。8時13分、発車しました。次は京都に泊まります。車内販売だ。すみません。ホットコーヒー一つお願いします。サイズはレギュラーとラージがございますが、レギュラーお願いします。ミルクと砂糖は？お願いします。320円です。320円ちょうどいただきます。どうぞ。ありがとう。ありがとうございました。おいしい。もうすぐ京都だな。8時48分、京都駅に到着しました。あ、京都タワーだ。次は新大阪。着きました。新大阪です。時刻表通り、9時3分に着きました。さすが新幹線。